何度でも導いてやる。あ、いきます、パッチョ攻撃。お、本当にインジインジキだ。元祖パッチョ隕石落とし。ジャークルラッシュが炸裂。デスラッシュ123456。はい、クモツかな。ゾンビパウダー、究極狂乱奥義、ゾンビパウダー、暗黒の拳を叩き込む。1234暗黒星のオーラ。オッケーオッケー。183とかいう数字見えたんだけど。一転して相性が悪くなったわ。メタルかー、一転して相性が悪いなー。こうなるとデインは使い物にならないし、ダークインパクトもソウルイーターも大した威力じゃないし、頼れるのはフールストライクただ一本のみか。まあ、戦士40っていうのが災いしてるから、HP が低いから血液に狙えるとは思うんだけどね。普通にギガデインとか唱えれば。さあ、先手を取られちゃうのは仕方ない。天罰か。天罰は大丈夫でしょ。 OK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  天罰は余裕で受かるね。フールストライク当たってんだから、フールストライクに頼るしかないね、割と。さあ、耐性無視いこう。せーの、よいしょ。耐性無視は強すぎる。やっぱフールストライクよ。高速切り来たか。シャドウサタンに行った。どんなもんだ、シャドウサタンに行って。あー、まあ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 食らうな。さあ、威力のないダークインパクトを払っていくしかねえな。いけ、ダークインパクト。よいしょ。そいつに一体なんでガードしたの。なんで会心出たの、むしろ。そうそう会心出る技じゃないぞ、ダークインパクト。そんな会心出る技じゃねえぞ。よく吸い寄せたな。で、痛恨食らうんだな。で、お前最後、行動最後だったんだな。んで、ついでに。まあ、とりあえず、こうなっちゃうよね。あ、つばぜで仕掛けりゃよかったか。やったか、つばぜで仕掛けりゃよかったんだけど。さあ、スペシャルカード、誘惑の踊りが使ってくるんじゃなかったっけ。出た、出た、出た、誘惑の踊り。はい、バカ野郎。あー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 、めちゃくちゃだこんなの。あーあー、ひでえよ、ひでえよ。確かに誘惑の踊りに弱いのは知ってるけど、お前らが確か弱かったな、お前ら誘惑の踊りに。それでもこれはひどいぞ、いくらなんでも主人公まで引っかかるとは。ますますつまずいし、ちょ、ベレス、ベレス、これやばい、ボロボロだぞこっち。おい、これ負けるぞ、最悪。やばいぞこれ。つばぜりに勝、とりあえず勝って、とりあえずつばぜり勝ってなんとかしないと。これはデーモンキング呼んでる場合じゃねえぞ。よし、よし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 。とどめ事故は回避できた。とどめ事故は回避できたけど、回避できたけど、これきついぞ、これ。動けんのは、だってこのターン、シャドウサターンだけでしょ？ベースのよりによってメタルボムで止まりやがったし。どうする？デーモンキングは呼んでる暇はない。ネビアか？ネビアしてこっちが先に動くことを願うしかないかも。何してるだお前は。おいおい、マジか、おいおい、マジか、お前正気か。お前正気か。諦めない。ネビア打ってこっちが動いて勝つしかないね。行こう、まだいける、まだいける、まだ負けてない、まだ負けてない。フールストライクで動けばか、なんとかなる。やばい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 、終わる終わる、わ、やばい、それやばい、ガードガードガード、ゲオゲルガード、おー、あぶねー。デインか、主人公に落としてくれるか、お前ちゃんと。はい、
オッケー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 、あと一撃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 、頑張って、よし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 、魔力がやのフールストライク、はい、よいしょ、オッケー白熱したぜ。さあ7連勝目ですよ、ついに7戦目ですよ、ここまで来ました7戦目、その相手がなんと運ゲーマンです。あーぐっそどうしようもねもう俺嫌いなんだよ、俺このチームマジで。いや俺このチーム嫌いなんだよ運ゲーマン、超絶運ゲーマンこれはライアンの死をもう視野に入れないとダメかもしんないな。全員ほぼ物理だから、タンタン、あの大木内が唯一ために持ってるけど、まあ、このターンはいいんだよ、スーパーハイテンションでなんかよくわかんないことしてくるから。ほぼほぼスーパーハイテンションだからな、こいつ使ってくるの。スーパーハイテンション貯めるは意味がないね。よし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 、それでいいよ。さあ削り合いのね、荒削りの戦いになりそうですね、これは。はい、よいしょ、ちょっと待てー、命中率が悪いからな、フルサイクはな。オッケー、いいよ。デインで344も出せるなら十分だ。シャダルコでどんぐらい出る、忍びの服着てんのか。でもあ、でも割と通る。大丈夫。シャダルコでいい。で、投げ払う。スーパーハイテンション投げ払うか。避けろ。避けない。いった。こいつはひでえ。オッケー。それでいいんだよ。止まっとけ。お前は止まっとけよ、そのまま。とりあえず、これ、調整勝って、最悪の事故を残そう。よし、オッケー。安定の勝ちを収めていくんだよな、と。オッケー、いいよ。これで会心ポンポンポンによるね、早期パッチはなくなりましたんで、あとは削り合いだな、お互い。パワースタンプ来た！来るぞ、スレガン！ノーブルー！かわいい！よしよしよし、運はこちらに向いている。ぞ。ダークインパクト？よいしょ！オッケー！まあまあまあ、シャダルコの方が本当はいいんだけど。なぎ払う。なんか知らんけど、安定を取ってくんじゃねえか。痛えな。165食らうの、主人公。だいぶ食らうな。いくら賢者のローブとおしゃれ着したとはいえ、そんなに食らうの？やばい、来た。地殻変動が来たよ。ちょっと待て。さあ。ヘダルコ。とりあえず、向こうの一撃が来ないことを祈るしかねえな。本当にお祈りなんだよな、これ。モンバトは運ゲーとさ、言われたこともあるけどさ、運ゲーのもう極地みてえなデッキだから、向こう。デイン、よいしょ！オッケー！ 503 ってことは、ギガデインでもほぼ圏内だね。ただ、死神の盾があるから、そこをちょっと考慮しないといけないか。あ、でも、まあ。運はこちらに明らかに向いている。大丈夫だ。さあ、痛恨の一撃。ほう。まあまあ、当たってもいいかな。まあ、運は収束するもんだからな。じゃあ、行きましょう！合体モンスター召喚できるでしょ。さすがに、2体で503ならいけるでしょ。さあ、レッサーデモン、出番だよ！いけ、3体合体、いってらっしゃい！ジャークナナッシュが炸裂いくぜ、デスナッシュ、せーの、はい、おいしょ、オッケー、綺麗にしまったな。あー、怖かった。8戦目です。8戦目か。で、8戦目の相手がですね、大派手なんですよ。なんとも言えねえな、これは。でもデスゴーゴンが穴になってるから、そこをつけばなんとかなるか。穴になってんのは大目玉とデスゴーゴン、ハグネメタルはどうしようもないとして、シャドウサタンとベレスがデスゴーゴンに呪文を与え続ければ、まあ、勝機は見えてくるかな。
大目玉もそんな早い部類じゃないし、早いけど、うん。中速の部類だけど、割と。まあ、デイン落として、デス5号にデイン落とせば、400ぐらい行くはずだから、はい！誰に落としとんじゃん、お前！なんでそんなところにデイン落とした？で、ヒッターの目で逃げられるってわけよ。なんでそこに落とした？なんでそんなわけのわからんところに落としたんだ、お前。ヒャダルコ、まあ、ヒャダルコがここで通るのはいいね。2体にしか当たんないけど、十分出ると思う。デスゴーゴンがね、呪文に弱いから。よし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 。で、フールストライクはね、できればハグメタより先にね、動いてくれればいいんだけどね、そううまくはいかなかったか。じゃあ、避けられてね、ちょっと向こうのペースに乗るわけにいかない。いやー、これ3、確か向こう3ためにギガデインとか使ってくるはずだから、削り負けする可能性もあるかも。自己フラッシュやばいなー。フールストライクができなくなる可能性がある。効果抜群でアナウンス出たな。あー、フールストライク外れるな、これ。フールストライク外れるって考えるとトップの方が都合よくなるか。なんとも言えないな。まだお互い動きが。あ、ガトリングアタックに逃げた。ガトリングアタックに逃げた、逃げた。よし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 。まあでもね、このダメージがね、結構痛いんだよな、割と。よしよしよし、避けてる避けてる。よし、トップ。さあ。これなら大丈夫だ。これならどうだい？よし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 。平均打点出してる。デインをデス5号に打ってくれ。頼む。ぐる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 。はい、よいしょ。オーケー !400 出たー！オーケー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 。それでいいよ。それでいいのよ。まあなんか知らんけど、大目玉は電撃放射ばっかしてるし、アストロンに逃げてないから、よし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 。まあ事後フラッシュはダメージはそんなんでもないから大丈夫だ。踏み潰すで主人公が食らうのが一番きついからね。まあ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 、呪文なんで関係なしですね、ここは。フールスタイク次打てるな。ヒャダルコで、相手がモンスターマスターなんで、ここも様子見でいいかな、さすがに。ここも様子見で。ギガデイン打ってくるぞ、確か。確かギガデイン。ギガソードギガソードが来た。いやー、まあまあ、この度削り切られることはないと思うけどな、さすがに。800か、ギリギリだな。なんだったらこっちもこのターンに仕留めたいな。ガトリングアタック！ちょっと待てよ。これダメ系するとちょっと危ないぞ。これ全員ヒットすると危ないな。誰か避けない？避けない！ちょっと待って。やばいよ！これデスウォーゴンの踏み潰すでやばいぞ！ 360！ 動け！フールストライク！よし！来た！これで終わりだ！よいしょ！なんだと急で残っちまった！え、大丈夫大丈夫！ヒャダルコ、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 ヒャダルコがある、ヒャダルコがある。よし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 。これは安定、安心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 。安心安心安心。よし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 。これは10連勝狙えるぞ！そうです。グッサンです。やばいってグッサン来ちゃったよ。恐れていたチームが出てきてしまった。やばいよ。これ何かと相性悪いな。メダパにあるし、同じフールストライク持ちだし、鉄球魔人の打撃は普通に痛いしで、一見 HP はこっちの方が有利なんだけどね。一見 HP はこっちの方が有利だけど、普通に反撃、負ける可能性あるな、全然。グリーンガム使ってくるからな、グッサンは確か。フルサイクル、せーの！よいしょ！なんということでしょうか？フールストライク、鉄球魔人が受けるってどういうことなのよ、本当に。トップ来たね。まあ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 。シャダルコで一応、安定打点を狙ってはみたが。いや、でもその方がいいよ。ろくなダメージ出ないもん。いや、硬っ！硬いなぁ。
セラフィム来てんもんな、つーか。これ、鉄器王子に。なんで主人公に撃った？鉄器王子に撃ってくれ、それは。メタパに来たよ、高校メタパに。あー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 あああぐっちゃぐちゃだぐっちゃぐちゃになっちゃったそうそうそう、こういう感じでね、どんどん戦略を崩されていくのがね、マジできつい。アイアンスローマジできついんで。きっついなーこれ。あー、これはやばいなー。で、ここでグリンガムだ。ここでグリンガム来るんだよ。ほら、グッサンのスパッツ女来たよースパッツ女来ちゃったー。完全に連勝ストッパーじゃん、お前。どっち？トップか。あ、でも主人公だ、やばい。避けろ。避けない。でもグリンガムのうちに引っかかったよね。戸惑い攻撃入った。行くぜ、おらなんでやこれ、つばぜり勝ってさ、とどめルートしかないかも。削り気味だよ。ちょっと待ってくれって、ちょっと待てって。反則急にガードしたり、あ、ヒートアップやばい、グリンガムゴのヒートアップはやばい、やばいやばい。うわ、効果抜群なのさ、ってことはさ、2体止まったじゃん。おい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 、振り回す、やばいよ、これ主人公に行ったらやばいよ。ベースか、幸いのことにベース。つばぜりは仕掛けるけどさ、これきつくねきつくね。最大で止めた、最大止めた、最大止めた。あとは自分の連打だ、連打連打連打。ここでペース勝たないと未来がない。よし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 、まだだ、まだまだ終わってない、まだ俺たちは終わってねえ。いやー、これ向こうの完全ペースに乗せられてるぞ。光の弾とか使って勇気逃げするしかないかも。高校目玉に OK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 、 時間がある時間がある時間がある。やばいな、削り切られる可能性まで出てきたもんな。やばい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 、やべえよやべえよこれきついな。いや、もう恐れてた事態が起こったんだよ。やっぱグッサンに出会いたくないなと思いながらやってたもんグッサンに出会いたくないなと思いながら俺やってたもん、このゲームさっきから。やばい、ヒートアップこすってくる、食らうなー、魔法使いが受けないなー。これやばいか、さすがに。敵王子落とした、えらい、えらいよ。フールスタイク向こうも来たな、軽く出るぞ。よし、受けた。でもこれさ、次光の弾使ったら死ぬよ多分光の弾使ったら死んじゃうから。天使の歌か、天使の歌だな。食らっちゃった、うわー危ねえ。天使マリベージョ、なんとかしてくれこの状況をこの状況をなんとかしてくれ、マリベル。トップ、まあ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 、ここのトップはいいんだ。避け。避けないか。やばいな。だって、振り回すのダメージやばかったぞ、さっき。なんとか逃げ切ってくれ。トップ、いけ。よし。いいぞ。このターンに勇気貯めれば、なんとかなるか。アイアンソル来た、避けろ避けろ、よし !277! なんとか生き残れそうだな。ダークインパクト、回心欲しいよ。ちょっと、いけ、いけ、よし、勇気貯まりそう、デインデインデイン、勇気貯まるかも、勇気貯まるかも、それやったら。勇気貯まった、勇気貯まった、勇気貯まった、勇気貯まった。これヒートアップ耐えれば勝ちだ。
いや、ヒートアップは力5だから大丈夫、力5だから大丈夫、大丈夫、大丈夫、オッケー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 、よっしゃ。ヒヤヒヤスプレー、ヒヤヒヤだよ、すでにヒヤヒヤよ。行くぜー、カイザーフェニックス、世を楽しませるのがお前たちの義務だ、入らねえ。いい勝負だった。いよいよ10戦目です。泣いても笑ってもこれが最後の戦いです。さあ問題は風林火山、あはははは、悪魔同士がぶつかったし風林火山があるってことなんだよな。ガチだなこれは、ガチだねこれは。風林火山が何よりやばいね。悪魔系特攻は確か風林火山あったはずだから、それを引いた瞬間俺らはみんな吹き飛ぶことになる。とりあえず呪文で攻める。バトルマスター 99VS 賢者魔法使い99、一旦目から何か使ってきた。なんだ、え、なんだ、あ、ラビエルか、エロ使ってきやがったこいつ。なるほどね、じゃあつばぜりを次するしかねえな。うん、あーあーあー、ひでえなありゃ、開始早々ひでえなあいつ。叫びの叫びなら大丈夫、一番怖いのは漆黒の爪だからね。いいね、いい、オッケー、ペースはこっちらが握ってるぞ今のところ。とりあえずつばぜり合いでラビエルのあれをなくしたいね。でとどめで勝ちたい。ラビエルを使ってきたんならとどめで勝つのが基本的な手段になるかな。フルサイクルよいしょ、まあ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 、オッケー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 、2体以上当ててんなら大丈夫だ。デインはね、シルバーデビルぐらいに落としてくれ。はい、おー、いいね、あー、闇の衣着てんのかあいつ。そっか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 、じゃあいいダメージ出るなそりゃ。ただ削り切りは難しいからな、ラビエルのせいで、ラビエルのせいで、そうだね、ちょっと削り切りは難しい部類に入るから、それつばぜり合いで動き止めよう。あの風林火山が邪魔だからな。よし、サイヤ止めた。あとは連打だ。よっしゃ、オッケー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 。デイウォーキング最強伝説来るか？あるよ、全然あるよ。よし、オッケー、よかった、しっかりやってれば大丈夫だよ。向こうがね、火力の死を担ってんのは風林火山だから、風林火山さえ止めてしまえばとどめ勝ちは全然狙える。ラビエルがいる、邪魔だからなあいつ。オッケー、レイン落とした。誘惑の踊りが一見効きそうなメンツではあるんだけどな。まあ来たか、漆黒の爪、それが一番やばい。やっぱりシャドウサタンに行った時点でちょっと予測はしてたんだけどさ、大丈夫大丈夫、まだ誰も止まってたりはしない。ここで疾風陣内か、疾風陣内はまだまだいい方かな。いてー、割と威力もあるんだよな疾風陣内って。確定先生ができるのがいいとこなんだよな疾風陣内の。だからシールドヒッポたちより、シールドヒッポとかストーンマンの立ち塞がりより先に動けるっていうね、強みを持ってるんですよね風林火山って。まあ、これ次マリベル呼ぶか、これは次マリベル呼んでアンバイを狙っていくのがスタイルかな。そうだな、513しかないもんな。光の玉使ったら死ぬな。うん。じゃあ、フルサイクル頼むぜ。せーの、よいしょ、だー、それきつい。いや、ミスが目立つぞ、後半。後半、ミスがちょっと目立ちすぎではないか少し。100でいこう。オッケー、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 オッケー。で、向こう回復するから、大丈夫大丈夫、天使の歌がある。大丈夫、マリベルがいる、こっちには。そっちがラビエルな、こっちはマリベルだ。いける、
この勝負勝てる。デーモンキング最強伝説。黙れ。なろうや。てか風林火山選んでんのか向こう。よしよし、安い。これなら受かる。あとは変に外さなければ。外れたんだけど。大丈夫。でもあと2体が当ててくれたら大丈夫だ。漆黒の爪、これやばいな。いやー、ちょっと待って、それやばくね。これさ、風林火山で特攻垂れたら死ぬぞ。風林火山で特攻捉えたら死ぬかも。勇気が溜まった。風林火山の特攻捉えたら死ぬ。痛恨とか。やばい、来た。やばい、来た。風林火山、やめて、やめて、やめて、黙れ。言霊って知ってるかい？痛恨来たら負けるって俺言ったよね。